ゴールドタワーは、香川県綾郡歌郡宇多津町にあるタワーである。株式会社さぬきが管理、運営を行っている。ユニチャームが所有し、同社の子会社だった、ゴールドタワー株式会社が運営していた。2001年9月に一旦閉鎖し、同年12月に営業再開したものの2003年に、再び閉鎖。その後、アジタ組グループの株式会社アジタ組が借り受けて、 改装し2004年8月1日、プレイパークゴールドタワーの名で、リニューアルオープンし2007年にタワーを買い取っていたが、2018年6月1日に法的整理の準備に取り掛かり、ゴールドタワーを含めた事業は、同日付で新設分割された株式会社さぬきに譲渡された。なお、ゴールドタワー株式会社は2004年12月17日付で解散。 2005年3月28日に生産結料を。ガラス張りになっており、外部からは高層ビルに見えるが、実際には中間層は鉄骨のみである。夜になるとライトアップされ、その次の日の天気によって色が変えられている。ライトアップアジタ組によるリニューアル後のゴールドタワーは、ボーリング場、各種遊具等の集積施設、プレイパーク中の一施設という形態をとっていた。 ターー入場を主目的とする利用者に向けたタワーパスのほか、娯楽施設とのセット料金も設定されていた。当初は基本料金500円滞在15分ごとに100円という時間課金制だったが、2014年7月11日にシステムが変更され、営業時間中無制限の定額制となった。2017年6月より営業時間が大幅に短縮された。 また、同年11月9日より木曜日が定休日となる。運営が株式会社さぬきに移行された後、2020年3月にミラーボーラーがプロデュースする金魚の水槽展示を中心とした空金としてリニューアルオープン。利用料金もプレイパークとは別となり、大人1200円、小人800円となった。また定休日がなくなったほか、 と休日は22時までの営業となっている。ありがとうございます。